将来どういう農場であったら働いていたいか、まあ、魅力的な農場であるかというのを聞いて、これはアミセスファームの将来ビジョンを書くということで絵にしてもらいました。真ん中は一つ、会社の事務所、なんかいろりとかがちょっと日本的ないろりがあるような事務所で、人が集まるような農場だったらいいねということで、農業体験をする場所があったり、農場で採れた野菜を食べれるレストランがあったり、宿泊施設があったり、昨年からホップも作っているのでビールが飲めるような場所があったり、でもやっぱり農家なので本気で農業する場所があったりしてですね、こうギュッとしているのでちょっとテーマパークみたいになっているんですけど、将来ビジョンとしてはそういった機能が、あるっていう農場が魅力的だということで、場所としてここ足湯ができたりだとか、そういう付随したものがあるよということと、冬場宿泊しながら星を見れるような場所をが農場にあったらいいねということで、一人一人のやりたいことを絵にしてます。次世代が魅力的に感じる農業を、自分たちが農業を楽しむことで発信していこうと、農業っていいなとか農業やってみたいなって思ってくれる子が増えるように、自分たちがまず今の農業を楽しみながら次の世代につないでいきたいなと思って農業やっています。